ワンピースみんなから来た質問に答えよう。よいしょ。はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、このコーナーではですね、Kさんのツイッターので募集させていただいたワンピースの質問に僕が答えさせていただくというコーナーでございます。今日もやっていきましょう。それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくね。はい、そんじゃ行きましょうかの前に、大風邪ひきましたちょっと鼻声ごめんなさいね皆さん。あとちょっとね、フラフラしてるんでね、もしかしたら元気なく見えるかもしれないですけど、元気は元気なんでね、メンタル的には。ただちょっと風邪ひきましたみんなも気をつけて。風邪ひいたんかい。いや、ひきましたね、ちょっとね。まあ熱とかはないんですけど、はいはい、ただちょっと喉の奥とかめちゃくちゃ痛くて、あと鼻水ダラダラなタイプ。そう、みんなも気をつけて。ちょっとね、気候がね、すごい変化が激しいですから気をつけてください。ちょっと見る見るとヤクルト飲みましたか。いや飲んでないのよ別に俺。ああ、じゃあそれだよ、ほらやっぱ言ったじゃんいやいや、だから見る見るとヤクルト飲んでても、ほら言ったじゃん、インフルエンザになってるから。あなた以前あの時はヤクルト飲んでなかったで、まだ、ね、いいよヤクルトと、もうそれこだわりは見る見る今日はいいのよ。はい、行きたいと思います。行きましょう。お願いします。マリノさん、はい、ありがとう。ありがとうございます。タモリさん、ケイさん、こんにちは。なんてなんてなんて、そんな大御所じゃないぞ俺は。シーザークラウンはガスガスの実の能力者ですが、はい、火をつけると引火してしまうのですが、もしできてしまうなら、はい、自爆系の技も使えるのではないかと思います。シーザーサラダ美味しいっすよね、ということでございます。何の話、最後とか全然関係ないから、うん、シーザーの話ですね。はいはいはい、もうこれシーザーの能力の話に関しては、まず最初に話しておくと、うん、まあガスガスの実ですよね、ロギア系ガスガスの実、うん、で、自分の周囲の、気体を操ることができるという能力なんですよ。なので必ずしも、引火するガスだけじゃないんですよね。自分の周囲の酸素も抜くことができるんで、だから爆発しない、むしろ周りにいる例えばルフィとかの息を止めることもできるわけなんですよ、うんうんうん、なのでいろんな機体を操れるから一様には言えないですね、うん、でシーザーがもう完全にその爆発する機体のみを扱ってる状態だとしたら、火やればもちろん爆発はするだろうけど、まあただでも別に彼自体はその周りのね、機体を操れるんで、うん、完全にその引火爆発するだけではないですね、状態的に言っちゃうと。まあもうそういうことかな。なんかあとあるかな、補足。基本的には周りの機体を操ります。すごいシンプルな回答になりましたけども、機体を操るんだね。そう、自分の周りのね。だからいきなりルフィとかも窒息させられたわけよ。だから酸素がなければ燃えないでしょ。じゃあ毒とはまたやつだから別物ってことやね。だから毒ガスも使えるよ、だそういう意味で、うんうん、機体も使える、うん、だそれこそウソップのね、ファイアバースドスターだったっけな、うんうんうん、もうファスって言って燃えなくなったの。そっか、周りのあれは酸素とかね、そう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 、コントロールできるからね。そうだからガスだと思って引火すると思ったらみたいなことをね言ってた、確か。強いじゃん、じゃあ強いじゃん、シーザーサラダはシーザーサラダ美味しいよ強いとか分からんけど、シーザーサラダに関しては、うん、シーザークラブは本来強いですよ。本来強いんだね。そうそうそう、でもなんかキャラクターが相まってなんか雑魚感は出てるけど、まあね、まあねまあおもろキャラでね今と思って。いや何してんだろうな、そう思うとちょっと派生した話になるけど、うん、いやこの後出てくんのかな。あ、確かにどっか行っちゃったよね。そう、どっか行った後、ホールケーキでどっか行った後、今何してるか分かんないですよね。なるほどね、うん、ただまあでも裏のルートとかはいろいろ繋がってるじゃないですか、闇に。だからそっちでなんかまた暗躍してる気もするけど、なんやかんやでも結果味方になっちゃいそうな気もするんだよな。なるほどね、うん、ちょっと今後楽しみですね、シーザーは。はい、はい、じゃあまあシーザーサラダは美味しいということでした。いや、結論が違うのよ、俺言ってないの一回もはい、じゃあ次の質問いきたいと思いますはい、ギリギリで生きている男さん。すげえ名前だなありがとうございます、はい、大丈夫、今日も生きてるかギリギリで。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。ケイさんは普段サングラスをしていますが、キャプテンケイはサングラスをかけていますか？海軍はサングラスかけても大丈夫なんですか？いつも動画楽しんで見てます。頑張ってください、はい、いつもありがとう。はい、はい、
サングラスはまずしてます。はあ、なるほど。うん。で、海軍はサングラスかけてもね、大丈夫だもんね。いるもんね。まあ、思いっきりいるね。ね、ベルゴさんもかけたしさ。うん。言うて、他のキャラもいるよね、かけてる人。うん、いるいる。ブランディーとかね。意外と大丈夫なんですよ、かけてても。うんうん。で、まあ、なんか下っ端だとかけたら怒られそうなんだけど、実は隠れ的にはすごいランク高いんですよ。表向きにはすごい下なんだけど、実は裏では結構そういう、はい。ポジションなんですよ、実は。まあ、だから大丈夫ですっていうことですね。はい。はい、オーフィクションです。はい。お、お願いしますストーリーです。これからも楽しみですね。はい。はい。はい、じゃあ次の質問に行きたいと思います。はい。X555 だった、ゲンタケさん。いやいや、片言すぎない君。ちょっと難しいな、読めなかったX55 さんですね。はい、はい、ありがとうございます、ございます。はい、エースのメラメラの実の能力について質問です。はい。2年前、エースがドラム王国に訪れた際、うん、その日は珍しく雪が降らなかったそうですが、うん、この現象はエースのメラメラの実の能力によるものだと思いますか？あー、なるほどなるほど。そして、もしそうだとしたら、うん、エースの能力は覚醒していたと思いますか？という質問でございます。はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。うん、確かにそうですね、その描写ありましたね。うん、ドラム王国をルフィたちが出た後に、うん、まあ、ちょっと伝達があったんだよみたいなね、クルハの時に話してた話ですよね。うん、で、ロベールの町に雪がその日は降らなかったっていう描写があったんですよね。うん、エースがドラム王国、あんなにね、いわゆる冬島のね、雪がいっぱい降ってるとこなのに、珍しく雪が降らなかったと。で、その日はエースが上陸してたと。これってエースが影響を及ぼしてるのかいっていう話ですよね。なるほどなるほど。うん、ちょっとごめんなさいね、子供の声が入っちゃってますけど。すいません。そうですね、まあ、これに関しては、うん、おそらくだけど、まあ、なんとなくだけど小田さんがエースが火だよっていうのを伏線を張ったぐらいだと思うんですよね、僕。ほう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 。うん、っていうのも、まあ、エースが何の能力その時は分かってなかったんで、うんうんうん、で、まあ、エースって男が後々ね、メラメラの能力者ですよっていうのが分かった時に、アラバスタの時に、うん、で、ドラモ君そこを見返すと、うん、あれこれエースのこれ火っていうこれ伏線なんじゃないっていうことだと思うんですよね。なるほどなるほど。うん、だからまあそこで小田さんがその、うん、炎だから天候まで変える力がある、うん、までの伏線を張ってったとは僕思ってないですよ。なるほどなるほど、ね。あくまでそのたまたま降んなかった、うん、でもそれメラメラだからかな、うん、ぐらいだと僕の中では落とし込んでますね。うん、どうなんでしょう、ちょっとこれに関してはちょっと皆さんの意見ちょっと聞いてみたいですね。うん、ね、ちょっとぜひね書いてってください。うん、まあまだね、そのロギアの能力者にの、覚醒に関するちょっと話っていうのはまだ出てないんで。そうだよね。そうそう、まだそれがねちょっと分かんないんですよね。だって定義が違うかもしれないんでしょ。そうそう、もしかしたらまだパラミシアとその定義が違う可能性もあるんでね。なんかね、うん、もしかしたら、うん、覚醒したからって言ってね、なんだろう、ミンゴみたいにさ、わーって糸になってするじゃん。はいはい、そうそうそう。あれは周りがわーってなったけどね、実は違うかもしれないもんね。 そのパターンはありますから。うん、まあ可能性としてはパンクハザードがね、赤犬とね、青生地が、うん、まあ、天候も変えてる、環境も変えちゃったっていう感じの描写があるんで、うん、まあ、そう、うん、いう感じもね捉えられるとは思うんだけど、うん、だとしたらエースがその時そういうパンクハザードの青生地と赤犬みたいな能力を発動してたとしたら、もうドラム王国もう雪降ってないよね。確かに、もっとボーボーしてるよね。もう燃えちゃう島になっちゃってるんで、うん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 、まあだからまあそれの一描写っていう可能性もあるけどね、ちょっと何とも言えないかな。まあどっちとも取れるけど、一回行ったからちょっとメラメラパワーで雪が降んなかったよってパターンもあると思うけどね。ちょっとだけ周りだけね、ポワポワしてた、ちょっとだけ一瞬晴れたみたいな。けど別にメラメラでヒケーンバーンってやってないから天候まで変わるまで至らなかった、ずっと環境まで変わるまで至らなかったっていうのはね、うんうんうん、考えられるけ ど、 なるほど、ね。うん、まあこれに関してはそうだね、まあどっちとも取れるから、うん、そんなに考えすぎなくてもいいかなとは思うかな、うん、っていう感じじゃないですかね。はい、うん、はい。まあ気になるよね、ロギアの覚醒どうなるかね。まあ今後出るんだろうけど、ちょっと気になるところですよね。確かにね、どうなるのかな、うん、まあでもとりあえずね、エースはね、うん、強い。じゃあ次行きましょう。何の話、エースが強いの話。いや俺今日風邪ひいてるからそんな突っ込めないから。キレ悪いね、俺今日。じゃあ最後の質問に行きたいと思います。はい。 YYSK 手探りな YouTuber さん、ありがとうございます。あれこの方なんかこの間も読まなかった。
読んだかな、この間も読んだ気がする。 ありがとうございます。じゃあいい質問をくれる方なんですね。 ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございます。 K さん、そしておかえりなさい、タカンコフさん。タカンコフちゃん、質問です。エネル再登場について打ち入り中はないと考えています。はいはい、タカンコフさんの考えるタイミングを教えてほしいです。はいはい、無理せず頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだけど、うん、終始タカンコフになってるぞ。どういうことだ。このタカンコフさんなんだろうね、きっとね。タカンだよ。はい、なるほど、エネルの話ですね。いや、いいですね。久々か、なんやかんや、エネルの話すんの、うん、はい、はい、もうそれこそで、うん、僕もそう思います。うんうん、はい、打ち入り中じゃないと思います。というのも、ちょっと前までは、うん、和の国にやっぱ来んじゃねえかってやっぱ思ってましたよね、皆さんも。うん、もう僕もそうでした。やっぱ和の国が相当ね、小田さんもやっぱ力入れて、うん、書かれてるんで、うん、もう和の国にもうどっかん来んじゃないのと。で、ちょっと前のそのジャンプフェスタで小田さんが言ってた、うん、あの巨大な戦いの話も、うん、和の国なんじゃねえのってやっぱ思ってたんですよ、ずっと。うんうんうん、ただそれがこちら97巻最新巻ですよ。うん、この最新巻の SBS よね。今和の国盛り上がってますけども、うん、ルフィが無事ここを出港できたなら、うん、世界的展開、誰も読んだことないような大興奮の物語、ワンピース史上最も巨大な戦いを書くことになります。面白いです。うん、と言ったわけよ。うん、もうここっしょもうって俺は今なってますね。なるほどね。あ、まあ、正直ね、まあ、これがある前までは、うん、まあ、その巨大な戦いっていうか、そんなに頂上戦争が可愛く見えるみたいなっていうのを小田さんね、あのジャンプフェスタとかでも発言されてて、うん、で、それがやっぱ和の国だと思ってたんですよね。うん、うん、うん、もう相当もう要素があったんで、まあ、和の国いっぱい来るでしょ、人みたいな、うん、で、カイドも強いし、もうここだろうと思ってたんだけど、それの後にもあんですかっていう、それの後に来るんだねっていうことなんですよ。巨大な戦いが来るわけですよ。もうそしたらそこなんじゃないってやっぱ思ってます ね。現時点でもめちゃくちゃでかい、もう要は4校がタッグ組んでそこに挑んでくるルフィたちっていう、もう相当スケールでかいけど、それ以上ってことでしょ。それ以上ってことだから、もうあれだよ、きっと海軍も入ってくるし。いや、ありえると思う、ね、4校ももちろんいるでしょ。うん、で、さらに革命軍も来て、いや、あるかもしれない。七部海も来るみたいな。いや、あるもっと七部海も、うん、ってことじゃないの。それぐらいので、もうそこにエネルも来ちゃうんじゃないっていう。みんなすげえじゃん、そんなアベンジャーズじゃん、アベンジャーズ。アベンジャーズだよ、マジで。最後ね、うん、エンドゲーム。そうよ、すごいじゃん、それ、すごい戦い。いや、マジで、ふわーみたいなのがありえると思うんですよね。うん、俺本当にそれはすごい。だからまあそこがね、どうやって戦えて誰が参戦するかというのはまだ分かってないところではあるけど、うん、まあ、ちょっと前に小掛さんたちの動画撮ったかな。まあそういった感じでそこにエネル来るパターンは僕あると思うんですよね。なるほどね。まあただそのエネルがどっちサイドつくとか誰の味方になるとか全然読めないですよね。確かに、まあ自分のために来そうだもんね。そう、でもさ、うん、エネル別にフェアリーバースに月に行くっていうのが目的だったわけじゃないですか、うん、当時の、うんうんうん、逆を言っちゃえばその正解に来る理由も今わかんないんだよね。で、月を動かしてその後のエネルの目的っていうのがちょっと気になるところであるね。なんだろう、美味しいご飯食べたくなったんじゃない。美味しいご飯月には飯がないってなって、うん、そうそうワンチャンあるかな、ワンチャンそのくらいさ、うん、ふざけたりがあるかも。あのバナナとリンゴがないっていう、好物バナナとリンゴだから、うん、月にはバナナとリンゴがないから、うん、それちょっと正解にもありそうだぞっていうのを情報仕入れて、いやワンチャンそのくらいふざけた理由であるんだよな、エネルそうなんだよね。うん、やっぱり気になるところとしてはエネルはやっぱりその巨大な戦いに来るんじゃないかって僕の中で今あるんだけど、まあ、小野さんがね、うん、もうここまで言ってるから、うん、だったらそこにも来てもおかしくないだろうっていうのはあるんだけど、うん、その来る理由っていうのがやっぱりちょっと気になるよね。うん、うん、今ちょっとふざけてこのバナナとリンゴとか言ってたけど、うん、まあ考えられるとしたら本当それこそ古代兵器とか、うん、まあ古代兵器絡みプラス要はワンピースについて興味持っちゃったパターンだよね、やっぱり。ああそっちか。うん、その要は月にはあの壁画が書いてあるじゃないですか、うん、でそこにね、当時、ビルカから空島ビルカに飛んだっていうね、描写があったんですよ。扉絵で昔の人たちが月に住んでて、その人たちが、星界に降りちゃったよと、うん、青い星、要は、まあ、地球って言っていいか分かんないけど、この星にね、ルフィたちがいる星に降り立ったよっていう、描写があったんで、それ以前のいろいろその月でいろいろ生まれた文明とかにもしワンピースが絡んでるとしたら、
そのワンピースがね、もし青い星に眠ってるとしたら、うん、それこそポセイドンとかの情報もそこに書かれてるとしたら、正解に降りてそれを手に入れようっていうエネルの野心が正解に降り立つ理由につながるとは思うんですよね。なるほどね、だからその月の文明が、うん、ワンピース絡み、古代兵器、 D の意思、こういう風100の100年、うん、絡みに絡んでるとしたら、全然エネルが降りてくる理由は納得できるよね。なるほど、うん、ただでもどう降りてくるのってなってた時に、うん、もう月を動かしてるんですよあいつ、うんうんうん、月の都市を、うん、月ごとみたいな隕石じゃん、隕石もうどうなるか分かんないんだよねだからどう降りてくるかも分かんないし、うん、だって月降りちゃったらもう終わりじゃん、うん、だってあの魚人島のノア以上じゃん魚人島のノアですら魚人島潰すぐらいでかかったのに、月なんか降りてきたらもう、ま、何ってなるからちょっと何がね、どう動かすかは分かんないけどね、まあ、普通にエネルが月とは別で普通にあのマキシムに乗って普通に来るかもしれないけど、うんうん、ちょっとどういった形になるかはもうちょっとスケールがでかすぎてね、なるほど、まだ全然想像妄想も追いつかないけどね、うん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 、少なくともあの今の段階だと、うん、エネルが降りてくる理由はありそうなんで、そのワンピース、ね、ポセイドン絡み、まあウラヌスが何かちょっとまだ分かってないんだけどね、うん、ちょっとねここはだから巨大な戦いで降りてくっちゃねえのかなと思っております。はい、気になるよな、エネル気になるよな、いや降りてきたらだ、エネルさんはね、いつ来るのか ね来んのかな、本当にね、来たとしたら、でもルフィの味方につくとは思わないしな、うん、天敵だしな、いや味方なんのかな、いやでもな、全然わかんないね、全くわかんないね、ねえわかんないのよ、うん、まあでもでも来ると思うんだよな、来るか、あれじゃない、本当にだからまあ、うん、美味しいもの食べたくて来るかもしれないしねいや正解のね、うん、正解のご飯うまそうだなってね、そうそうそう、海苔、ね、やワンちゃんそれ本当あんだよな、はい、ワンピースって楽しいね。はい、今日も見てくれてありがとう、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。この動画面白かったらグッドボタンぜひ押してってちょうだい、よろしく。はい、そして僕らね、他にもチャンネルやってます、タビちゃんとかね、個人チャンネルやってます、この概要欄からねぜひ見てってください、よろしくね。はい、他にもこれから上げてくんで、これからも見てね、よろしく。明日も楽しもう、またね、みんなも風は気をつけて。だからお願いお願いします、チャンネル